なんで8時間も寝ちゃうの？天才なの？もしかして政治家になりたいなら別に東大行かなくてもいいんじゃないかなって思っちゃうんですけど、今この5人を動かせなければ将来じゃあそのプランを実行できるかっていうと、まあ、正直その気がしなくて、具体的な絵が全然出てこないので、まだいや僕は逆に国とか国の政策とかそういうもので変わらないなって僕自身なんか思っちゃってるんですね。共通テスト今年の問題を受けたんですか？そう、学部選択はもっと上を目指しても俺はいいんじゃないかな。他にも法制とかいろいろあると思うんで、はい、その辺正直なとこどうなのかっていうのを僕は聞きたいですね。自分で今勉強できない理由って何かあるんですか？森鉄がいる時点で嫌ですよね。おい逆じゃねえのって疑ってるんですよ。でその行動と今おっしゃってる内容とのこうちょっと落差を感じてしまってて、全然僕は理解できなくて、周りの友人像とかけ離れたアホしかいないっていう状況なんですよ。学歴コンプレックスを抱えてるようにしかちょっと見えなくて簡単に受かるとこじゃないですよ。だって仕事する意味って効率よく稼ぐ以外何かあります？絶対言うと思った、絶対言うと思ったちょっと甘くないですかねそれは。自分の塾の生徒でそんな子がいたら面倒見たくもないですね。好きなんですか？愛してますか？